アーデルツハウゼンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のアイハッハイコールフリートベルク軍に属す、町村でダージング行政共同体を構成する自治体の一つである。アーデルツハウゼンは、アウクスブルク地方、エックナッハ川沿い、すなわちアイハッハイコールフリートベルク軍東部に位置し、アウクスブルクから東に約 15km にあたる。この町は、 公式には9つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。アーデルハウゼン城市この町は782年のフライジング市教への贈与所にアダルヘルムズフセアーとして初めて記録されている。アーデルツハウゼンは後にバイエルン選定綱領,領のミュンヘン会計局及びアイハッハ裁判所に属した。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。アーデルツハウゼンとその近郊には、いずれも建物は残っていないが、中世の上司がある。町議会は12人の議員からなる。町長は2008年5月からローレンツ・ブラウンが務めている。ズンガラ赤字に水平に置かれたミュール・アイゼン。 その上に、金のくちばしを持つ銀の足の半身。セイサルバートルハイド。この町は、連邦アウトバーン A8 号線沿いに位置し、同名のインターチェンジがある。ありがとうございます。